ジャスフリーチです。さあ始まりましたフリーチの JBC 展望。今回はいよいよ JBC クラシックの展望ということになります。JBC クラシック第1回10月31日大井競馬場2000メートル一着賞金当時は1億円ですよ。 地方競馬で1億円のレースが行われるなんて夢のような話だったわけですけれども、レギュラーメンバー、そして牧場スナイパー、中央・地方の優がゴール前、えー、死闘を演じたという、あのレースは非常にインパクトがありました。そしてその第1回から、JBC に出馬登録のない牧場スナイパーが追加登録料を払っての出走ということで、まあ、JBC のルールをいろんな意味で知る意味でも、えー、大変意義のあるレースだったんじゃないかなと思います。 まあ今年もそういう追加登録料を払うレースというのは、レディースクラシックにいたわけですけれども、この JBC クラシックは、やはり主5馬になる上でも重要な位置を占めています。JBC の理念ということで、生産、育成、そして競争、その3部門がこうトライアングルになって、また戻ってくると。だから競争馬として実績を積んだ馬が、生産する上でその主5馬となり、品馬であれば繁殖品馬となって、またその子どもたちをつないでということで。 JBC の親子制覇っていうのもだんだんと生まれてきてますからこの JBC クラシックもそういったドラマが生まれるかどうか注目したいなと思います改めて今回は11月3日祝日水曜日に金沢競馬場で行われます JBC クラシックを展望していきますそれでは早速いってみましょうプレイバックフリアッチ昨年のレースを振り返ります2020年11月3日多い2000メートルで行われた JBC クラシックを振り返ります 同じ舞台で行われたこの年のジャパンダートダービーパーダノン・ファラオが逃げてクリソ・ベリルが3番手追走、まあ、その前にはチュワー・ウィザードがいたわけですけれども多い 2000m の絶対的な強さを誇るオメガパフュームはいつも通り後ろからのです。 意外と平均的な流れで進んで上がりは後半3波論12秒612秒212秒5という決め手比べをクリソビリルが力強く抜け出した後とオメガパフュームが猛追チューアウィザードも頑張っていたんですけれども、まあ、王者クリソビリルがオメガパフュームに2馬身半の差をつけて完勝でしたただオメガパフュームもまあこの段階では多いの 2000m でまだ連帯パーフェクトという状況でもありましたし その後東京大賞典も勝ったとそして3着の中和ウィザードは後にチャンピオンズカップも勝ったということで非常にレベルの高い争いだったということは言えると思いますこの時の地方馬最先着は4着ミューチャリーでしたそれでは参考レース3つ見ていただきますフューチャーフリアッチまずは6月30日大い 2000m で行われました帝王賞です1着帝王ケインズ。 そして3着クリンチャー4着ミューチャリー5着オメガパフュームということでこの辺りは今年の JBC クラシックも出走予定ということですから大変重要なレースになるかと思いますが慶王ケインズが強力馬相手に内から抜け出して3馬身殺傷これは驚きでした4番人気の評価を覆す強さ、まあ、多い 2000m で圧倒的な強さを見せてきたオメガパフュームが初めて馬券圏外になりました。 クリンチャーもまダートでだんだんとこう力をつけてきた中でえ重傷制覇も飾ってたわけですけれどもクリンチャーは3着ミューチャリーは直線で少しちょっと窮屈なところも若干ありましたけれども4着まで追い上げてきていますミューチャリーは一連の,その競馬で全国的な力は見せてきたということはありますけれどもえこの時の帝王ケインズはそれでもちょっと想像以上の強さを見せたなという感じがしました 続いて今回の JBC クラシックと同じ舞台で行われます、白山大賞典9月22日、2100メートルですけれども、名将和沙が勝ったこの白山大賞典を振り返ります。名将和沙がレコード勝ち、これが逃げ切りがちだったんですけれども、割と外出しが決まっているということで、吉原騎手が乗ったミューチャリーは、外から一気にこう足を使って差し切りを。 測ったんですけれども想像以上に名称カズのしぶとさというのが見られた一戦でしたプロキオンステークスも勝っている馬ですけれどもこの時が高速馬場だったんですけれども、まあ、時計の速いダートに名称カズは強いということを証明した形になりましたニューチャリーは JBC クラシックを意識して同じ舞台の白山大昇天を叩いたわけですけれども 吉原騎士も3馬身離されたとは言っても、メ、ま、ド、あの立つ走りができたということで、継続的なそのコンビということで、まあ、この白山大商店も組んだわけですけれども、JBC クラシックに向けて、やはり地方馬がクラシックを勝つ瞬間というのも見てみたいところでもありますから、このミューチャリーの走りというのは、次につながるレースになったんじゃないかなと思います。続いて9月29日、船橋1800メートルで行われました、日本テレビ杯をご覧いただきます。 2着ダノン・ファラオが JBC クラシック出走予定ということですが。 ササルサディオーネが逃げ切りがちを果たしたレースですけれどもダノン・ファラオはこの時はまだ直前の追い切りの内容も今一つということでた、まあ、叩いて次というのを見据えた状態だったとは思いますが馬体重はそんな動きでもプラス3キロと割と仕上がってた感じがしました直線は馬群をさばいてきて2着に追い込んできたようにあこういうレースもできるのかと思ってダノン・ファラオも着実に成長を遂げているなという感じはしました前年のジャパンダートダービーの覇者でもありますしその後 裏輪記念、ダイオライト記念を勝っているということでスタミナに自信がある馬ダノンファラオも大一番での巻き返しというのをしっかりと図っているという感じはします以上、参考レース三つを振り返りましたそれではフリアッチの JBC 展望を続いては注目場を紹介していきますこちらをご覧ください参考レースの中ではご紹介できませんでしたけれども カジノフォンテンが川崎記念、柏記念を連勝し、司法馬代表としてこの JBC クラシックに出走予定ということです。もちろんミューチャリーも金沢の舞台を経験したということで、この船橋の2強、中央馬相手にどんな走りを見せるか注目したいと思います。JRA 勢では、まあ、ダノン・ファラオ、テイオー・ケインズ、オメガ・パフューム、クリンチャーと、まあ、一連の G1 を戦ってきた馬たち。 特にオメガパフュームは、多いの2000メートルで絶対的な強さを誇る馬ですけれども、浦和で行われた JBC クラシックでも大接戦の2着ということもありましたし、違う舞台であってもしっかりと結果を出すということで、こちらの巻き返しにも注目したいと思います。以上、JBC JBC2021 ククラシックを展望しましまた。それでではお知らせです。 金沢門別は11月3日祝日水曜日に実施されます j b c 四競争は楽天ポイント10%還元対象レースですまた事前に直前予想動画もアップいたします当日は楽天競馬ライブで馬券対決も実施しますのでぜひご覧くださいそれではまた会いましょうさよならどこでも帰るお得ポイントたまる楽天競馬